なみさん、こんにちは。今回は話題を3つお話ししようかと思います。まず1つは TKO 詐欺。2つ目は男組の再結成。3つ目はコンテンツ販売に関してです。で、1つ目の TKO 詐欺ね。TKO っていうの私自身もね、知らなくって。私テレビをね、ほんと見ないんで、NHK の受信料をもうそろそろ払うのやめようかなと思うぐらいなんですよ。で、 あのー、その中でもね、TKO がその FX とか暗号通貨で詐欺をしたというね、まあそういったキャッチコピーが踊っていたんで、結局、投資ってのはこういうふうにね、FX だろうが暗号通貨だろうが悪いことの代名詞でまた使われたなと思ってね、まあふざけんなよと思ったわけですよ。まあこれがね、FX や暗号通貨が悪いんじゃなくて、それを扱う人の人格の問題だと思うんですよ。でこの TKO っていうのは知らないですけども、ただ、まあ人格が 歪んでいたんだろうなと思うんですねえというのが通常暗号通貨 FX ってお金なくなんないはずなんですよ特に FX ってお金なくならないでしょだって証券口座に入ってるわけですからなんで証券口座に入れずに誰かに渡すんだって話じゃないですか 暗号通貨もそうで、別にビットフライヤーでビットコイン買えばいいはずの話なんですけども、なんでそれを人に渡すんやみたいな感じでね。それはちょっと違うんじゃないかな。FX のせいでも暗号通貨のせいでもなくって、それは別に FX や暗号通貨の証券口座に入れたんじゃなくて、誰かに渡してドローンされたんでしょっていうことなんだろうなと思うんですよ。えとにかくね、FX がやり玉に上げられたりとかね、投資は悪いんだとかね、楽して稼いでるみたいな印象はやめてほしいなと。 もしね、投資が楽して稼げると思うんだったら、やってみればいいと思うんですよね <laughs>。というふうなね、ちょっとこう、愚痴がありながらということでございました。そして男組の再結成なんですけども、これはね、もともと男組っていうのが、意味のわからない解散したんですよ。全国ツアーの途中で、高橋和也がジャニーズ事務所をいきなり辞めたっていうところからが、全てが壊れてるんですよね。で、当時何があったのかはわかりませんけども、とにかく、そんな大事件を起こしちゃったわけなんで、 メンバー間もギクシャクしてねうまくいかなくなるわけですよでも長い時間かかって30年かかりましたけども一人一人の思いの中に中途半端だったなとかね若くて分かんなかったところもあったなとかねで今50代になった男組のメンバーがインターネットを通じてお互いの活動を見てお互いの CD や曲を聴いてそして多くのファンがもうそろそろ再結成したらいいんじゃないかっていうね まあそんな声があるわけなんですよ。で、インスタグラムや YouTube で、それぞれのメンバーが活動する中で、ファンからのコメントに、そうだよなと。これだけ多くの人が、こんな俺たちに、全国ツアー途中でね、辞めてしまうような俺たちに、ここまでの思いがあるんだったら、やってもいいかなっていうふうに気持ちに変わったと思うんですよ。当時は、メンバー同士で、やってられかみたいになったかもしれませんけども、 その男組を見ていたファンの人はもっとやってられるかってことだったと思うそちらの方が見えてなおかつカウンバックを要望しているファンファンの人ももうね当時10代だった人たちも今はもう40代50代ですよでも長い時間をかけてたった3年4年しか活動しなかった男組を30年も支えてくれたというところで 再結成とといいう運びになななったんじゃないかなと思うんですよねもちろんいろんな権利や人間関係の縛りがあったでしょうけども一つジャニーズ北川さんの、まあ、お亡くなりになったっていうところがねなんかいろんなわだかまりをジャニーズ北川さんが持っていってくれたんではないかなっていう風に私は解釈するんですねはいじゃあ2つ目の話題はお音組でした3つ目の話題なんですけどもコンテンツあんまですよねまさに私は <laughs> 子育てというコンテンツを売ったり町内会というコンテンツを売ったりもしてきました私たちが扱うのは情報ですからどんなことでも自分が経験したことや自分が勉強して得た知識ってのを販売することができるんですよねもちろん中には販売に至らないものもあると思いますがでも無料でコンテンツとして置いとくことによって考え方は少しでも広がっていくんですよね その考え方が広まった関係の中に別の商品は買ってみようかなっていうふうな人の気持ちにアップロすることができるのかなと思うわけですよ。吉田さんがね、ナミさんのところに行って、まあ、2日間関わったと思いますけども私のところにも来てくれてるんですよね。まあ、こういうふうな情報発信者、YouTuber 同士がつながっていることによってあこの人たちは 信頼できるるななとやってるんだなこの人たちは長い付き合いをもうしてるんだなっていうところも一つのね購買動機になりますしなんかこう海鮮山鮮のインターネットの情報発信者の中でこの人たちは信用できるんじゃないかっていうふうに思っていただけるそんな要素の一つになるんじゃないかなと思うんですよいや YouTuber としてね成立が終わったら消えていく人ばかりの中で 私たちはセールスをしようが姉妹がこうやっていますもんねという意味で本当に YouTube の住人なのかもしれませんはいということで返信動画ありがとうございました非常に嬉しいですよね本当にそばにいてこうやって語り合えるそんな関係なんじゃないかなと思いますでも同じこの町に住んでいる近所の人たちとはここまで語り合うことはあんまりないんですよねきっと奈美さんも吉谷さんもそうなんじゃないですか近くの人に 向こう三元両隣って言葉はありますけども私たちの向こう三元両隣はこうやって YouTube で動画をやり取りするそんなね距離は遠くても心が近いそんな仲間たちなんじゃないかなと思います。これからもよろしししくお願いいまますありがとうございました